種類玉に言っといて。はい。はい。はい。ボーン強すぎー。セナスとともココナスです。ということでバウンティラッシュ楽しんでいきましょう。今回はコラソンロマン編成やっていきたいと思います。新イベントメダルでね、サービルタイガー登場したんですが、このね、効果を見た瞬間、皆さん思いつくであろう。コラソンだったらめちゃくちゃスキル短縮できるんちゃうのというような編成になっております。手榴弾は10秒で一発撃ってて、で、サーベルタイガーのメダルによって、サイレントが短縮されるということで、これマジでサイレント永住期間なんじゃないかなっていうような編成になっております。今回はふんだんにサーベルタイガー2枚つけておりますので、超絶サイレント短縮型コラソンやっていきましょう。もし動画少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。ということで、どうぞ。はい、少年シャス。ということですね、今回はもう誰しも新イベントメダルが登場した瞬間に思うであろうサイレントを永遠にできるので内科編成やっていきたいと思います。正直もう敵がいなくてもこのひたすらにね、手榴弾をぶん回してってスキル2をひたすらに短縮しまくるというような、構築になっております。なんでもう何振り構わず、爆弾を投げる。今回は AKA ボンバーマンということでやっていきたいと思います。さあ分かれりさんに期待よろしくないね。うん、ではあのコラソンなら倒せると思われてるのがちょっといささか あれなんですけれども、さあ分かれりさんにも負けない強さっていうのを、見せつつも、サイレント回しての、手榴弾投げの、で多分これジャスカイ合わせくるんで、はい、しっかりと、こっちもジャスカイを決めていくと、しっかりと相手の足を止めつつも、これね、あのサイレントも意外と強くて、1、2、1当たる、ボーン意外とサイレント強くて、味方さんね、マップ移されないことによって、もう、どこにいるの、味方さんどこにいるのみたいな、結構ね、感じになるんですよ。それが、これダウンさせとく。はいはいはい、いいよ。これでひたすらに、わかる。おいおいおいくそジャス、シュルダン巻いとく、ボーンいけない、でも、わかれりな、正直そこまでね、ジャスト回避見極めるタイミングとかもなんとなくわかると思うんで、相手が回避するタイミングに合わせて、当たっちゃうねこういう感じで、意外とコラソンやっていけるのではないかと、ああいうようなところで、もう何振りかまずとりあえずシュルダー投げといて、ので、サイレントをね、ひたすらにぶん回していきたいと、いうような感じ、割と強いんじゃない？だってさ、もうあそこ二陣取れそうやん、味方さん。これね、サイレント回すことによって、まあ、どんどん今スキル2とか溜まってって、で、カラにってなんやねん。サイレントすることによって、こいつね、防御力上昇します。そういうことによって、耐久面っていうのね、早くボアがちらやばい。さらに、自身の耐久面っていうのもね、カバーすることができる、素晴らしいキャラになってるんですけども、ヤマト無理や。ヤマトは無理やで。飛んでた。さあ、取る。いける。よし、取る。オッケー。いや、マジ、意外と爆弾強いんって。手榴弾意外と強いよ。んで、これカウンター、合わされたらジャス回避してな。おのおのな。そこら辺は自己責任になっちゃうんだけど。はい、ジャス1、2からの。カウンター来る。オッケー。ここパッチンしといてからのジャスト回避。んで、手榴弾巻いといて。ひたすらに手榴弾巻いとけば、なんとかなるであろうというような感じで。で、さりげなく4-1。まあ、味方さんがひたすらに。くそ、味方さんがひたすらに旗を取りやすいような環境を提供してあげる。それが僕の役割になりますんで。おいカウンター来ると思ってびっくりしちゃうよ、こっちも。さあ、さりげなく守りきっての偉くのないでしょうか。ああ、やばい、そっち行くのめんどくさい。そっち行くの面倒。やばい。まあでも、取られた時にすぐ KO できるような、ちょっとダメージ削っとくわ。削っといて。んで、パッチン、シュルダン巻いとく。パッチン。で、取り終わり際、これ取り終わり際飛ぶよ。はい、さよなら、バイバイ。俺はこいつ旅で、ペペ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 ペはい、焦点サイレント行ってきましょう。もうこれで、どんどんサイレントぶん回していきましょう。大作戦。行きましょう。おい、焦点も、もうサイレントってね、やっぱマップに非表示さ、表示されないって意外と強いんよ。そこで、もうドフィーも、イケイケゴーゴーな、持ち前で攻めに行ってる。さあ、そこ助けに行くことはできないんだが、まあ、どうにかこうにかで守っていきたいと思います。さあ、手榴弾巻いといてからの。はいはい、だがしかし、そこには手榴弾があるんだよね。飛ばしまくり。さあ、ここ守りきれるか。カイド来るまで耐えたい。一旦カイド来るまで耐えたい。で、飛べ。オッケー。誰か飛べ。誰か。せめて、ちょっと、くそ。さあ、これで、ね、再出撃でチームブーストが溜まっちゃうよというところで、これもね、コラソンのいいところになっております。さあ、これサイレントするか迷うな。かといって別に、これ、近づく？買い誘う？はい、1、2。やばい、危ねえ、危ない、サイレントしとこうも。防御力バフ上げといての。さあ、ここで、ちょっと果敢にね、攻めていきたいなとは思うんですが、さあ、ペータンよくわかんないけど、まあ、とりあえずシュルダンだけ、牽制球投げとくわ。で、どうせ、
分かってんだよ。オーケーオーケーオーケー。あれ全員に当たるんかい。お前ペーターも当たるんかい。まずペーター当たるんかいって言うておりますが、さあここ手榴弾投げといてのさあ、これ多分分かれりが、あ、はいはいはい、オッケーオッケー。分かれり意外といけるんよな。分かれりはなんか意外といけるんよ。でジャスト回避するタイミングもなんとなく分かるから、1,2ジャスしとく、オーケー。さあ、サイレントしとく、防御力アップ。んで、味方さんがマップに表示されないというような強さを残しつつも、さあ、裏取りめんどくせえ、裏取りめんどくせえというか、自分が飛ばしちゃっただけなんだけど、ちょっとなんかさ、味方さんのさ、丸の点がさ、あれちょっと薄くなるやん。それのせいかさ、こっちとしてもちょっと見づらいんだよね、欠点として。欠点としてちょっと見づらいんよ、この味方の丸もちっちゃくなるから。ちっちゃくなるっていうか、なんか若干薄くなるような、それが気持ちいい、見づらいところもあるんですが、それを差し引いても強いのではないでしょうか。さあここら辺はルフィにお願いしちゃった方が強そう。さあ真ん中を守る、あ、でもカイトいるな。じゃあここ守っていくか。シュルダー巻いとく。さあサイレント残したいな。ここサイレントだけ残しといて、あ、待った。防御力アップ せざるを得ない。でシュルダー投げとく。オッケーオッケーオッケー。さあシュルダー投げときゃなんとかなる。シュルダー当たれ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 。待って、耐えろ。オッケーオッケー。タイタンいない、タイタンいない。味方来るまで耐えるぞ。オッケー。で、シュルダー巻いとく。オッケー、いいよ、でかいよ。さあ、こっちに来ようもんなら、飛んでくぜ。おい、シュルダー気をつけろよ。あ、至るところに置いてあるからな。さあ、ここら辺、味方さんのドフィーのあれに任せておきつつも、オッケーオッケーオッケー。さあ、飛ぶぜ、真ん中は。飛ぶぜ。ガチで楽しい。ガチで楽しい。はい、少年者数、やばい、コラソン ×2 来た。コラソン ×2 編成で果たして強いのかということでやっていきましょう。任せろ、こっちが先っていうとこは、もう俺、どんどんサイレント打てるから、まあ、味方さんが自由に動けるようにサイレントしといて。いや、これガチあれじゃない ?1 試合中、永遠に味方さんのサイレントと組み合わせれば、ガチで永遠にサイレントいけるんじゃ。さあ、ここワクワクドキドキということでやっていきましょう。お願いします。よいしょ、ジャス、決めといてからの、幼女にはやられないよ。はい、はい。ジャス、シュルダー巻いといて。はい、はい。はい。ボーン、強すぎー、確定コンボ。さあ、これで味方さん、シュルダン撃ってくれてんのかな今、わかんないけど。さあ、ここで永遠に、サイレント大作戦やっていきなるでしょうか、ジャス。シュルダンばらまいといて。ジャス、サイレント、強い。はい、強い。お、永遠サイレントモード来た。マジで。永遠とサイレントモード来たよ。マジで来た。オッケーオッケー、全然大丈夫。全然、待って、強くない相手の仕方取れそうじゃないマジで。これは、いや、これはよろしくない。まだがしかし、多分これは取れないから大丈夫。オッケーオッケーオッケー。はい、さよならバイバイ。さよ、ジャス?はい、はい、はい、舐めちゃあかん。いや、永遠サイレントモード来たんちゃうのこれ。永住期間完成したんちゃうの。また肉だけ。ずっこけ!オッケー、ナイス、ナイス、ずっこけ。さ、味方さんサイレントこれ間に合ってないかな。わかれり。これ、牽制球打っといて、サイレント打っといて。あ、で、ジャス。あー、マジか。ちょっと遅かったかも。これね、ジャスに合わせれば全然ジャスできるんで、ジャス。ごめん。ただ、もう一人のパーク行け!もう一人サイル。シュルダン全然落ちない。シュルダンが全然落ちない。オッケーオッケー、来てるよ。任せろ。1位。取れそう。はい、ジャス。行け。いける、全然いける。あ、いや、すぐ取れる。いや、なるほど。なるほど。飛べ。ナイス。オッケーオッケー。外役チームすぎる。外役チーム、もう至るところにシュルダー落ちるから、マジで外役チームだよ。で、これジャス。お、次から次へとシュルダーが落ちるぞ。気をつけろ。やばい。ルフィ強い。火力とこ。いや、大丈夫。終盤レイリー来た。なんなら終盤レイリーの方が強い。あ、もう一人の僕任せろ。助けに行くわ。牽制打っといて。任せろ。ここの、相手このタイミング、オッケー。シュルダーに合わせすぎだね。いけるぞ。さ、ここ、いけ。やばい。オッケー、そりゃ、早めよいしょ、よいしょ、嘘やん。ああ、なんとか耐えろ。なんとか耐えたい。さあ、ここ、どうにか二人で、いけそう、強、待って、強い、これは強い。相手の二陣これ守りに行った方が強いな。ここ、コラソンにお願いしちゃって、さあ、さよならバイバイ。オッケー。で、ここで、打っとく、強すぎ、最終盤の分かれり強すぎ。オッケー。ガチ楽しいな。
はい、少年シャンスということで、もう安定の初手サイレントから始まっていくんですが、まあ言うてそこまで初手サイレントが強いかと言われると、まあそこまでなんですけれども、まあただただ今回はこのサイレントをひたすらにやっていきたいというような、まあ個人的な気持ちからね、初手サイレントやっております。まあとりあえず頑張っていきましょう。ここゲージ、まあカイドウとりあえず 80% 以上まで保っときつつも、まあカイドウがね来たらしっかりと防御力上げれるところまではしっかりと維持しといて、さあ味方さん真ん中取ってくれたんで、これはでかいのでではないでしょうか。さあ後ろはもうカイドいるんで、まあ大丈夫で、手榴弾あとひたすらにばらまいといて、ここら辺を当たって当たって当たってと願いつつも、さあサイレントもう一発かまして、まあヤマトやらなんやら裏取り行っちゃってちょうだい。さあここでカイ軍、おいその回避は甘いのではないか、ドーンおらちょ待ってわからんこいつわからんこいつわからん、危ない危ねえ。手榴弾ばらまいとく、ただ飛ぶぜおい飛ぶぜそれは、おいおい飛んじゃう飛んで飛ぶグザすぎるだろうなこれ、だいぶうざいやろな。シュレーダーばらまいとく。さあ待って、サイレントで防御バフ、サイレントってサイレント以外にも防御バフっていう効果がありますんで、そういうね使い方をしてみてもいいのではないでしょうか。なんでシンプルに耐久力が上がるという気持ちでいれば、いいのでしょうか。あと飛ぶよそれ飛ぶよ、シュレーダー当たってるダメージ自体はちゃんと削れてる。さあ鉛玉届け、あんなに鉛玉引くのを怖がってたコラソンが、怖がってたというか、懸念していたコラソンがこんないとも簡単にバウンティラッシュでは鉛玉を引いてしまう、恐ろしいゲームだぜ、言うておりますが、何言うてんの、ちょ余裕ないよ今、こっちトークの余裕ないんって今詰めな防御バフ、やられる前にしっかりと防御バフかけといて、ジャスカヒ分かってんだよ攻撃するタイミング。さあここら辺で1、2、鉛玉、はい強すぎ、強くはない、まあ、とりあえずサイレントをぶん回しとけばなんとかなるから、味方さんにそういうところお願いしといて、とりあえずあと一発サイレント打ってから行きたいな、あと一発サイレント打ってからちょっと飛んでいきたいなと思うんですが、ちょっとさすがに間に合わなさそうか、ジャス分かってる、さあシュルダン無理やった、さすがに相手の面積に分かれりの方が強いということで分かれりやっていきたいと思うんですけれども、さあカイトさん真ん中、そうなんやな、このステージカイトスキル使えないもんね真ん中、それ若干やりづらそうなところもあるんですが、まあ分かれりをちょい結構アングルとかがね結構反応しないことがただわずっこけ3兄弟みたいになってたやん、さあ3兄弟、ジャスカヒー OKいける、これもジャスカイ引ける、あやばい、自チームダウンしよう、自チームダウンしよう、オッケーオッケー、自チームダウンでかい、さあここからあとは、多分もう無敵、オッケーオッケー、枯れてるで、ジャス自チームダウン、ナイスでかい、オッケーオッケー、終盤の分かり入りも、てかコラソンレイリーって意外と相性いいんかな、さあジャスカイしてしまったらそこ KO 気持ちいい